これはレン君と翼ちゃんが出会った時のお話。今日は転校生を紹介します。転校生だって。女の子かな男の子かな。チース、転校生のレンです。まさかのヤンキー。リカちゃん声が大きいよ。ちょっと見た目にびっくりしちゃって。おお、君キャロリーヌ、これからよろしく。では、レン君の席は翼ちゃんの隣が空いてるからそこね。ゲーマジ私の隣。あ、君もキャワビーね。翼って言うんだ、いい名前。よろしく。この人私の一番苦手なタイプかも。ねえ、さっきの転校生めっちゃチャラくない？誰にでも可愛い可愛い言っちゃってさ。ねえ、それに慣れ慣れしいし、隣の席ってめんどくさそう。あ、噂をすれば君たち隣のクラス？俺今日から転校してきたレンって言うんだ。君たち可愛いからさ、一緒にカラオケに行かない？君なかなかかっこいいじゃん。テンションも高いし私たちと気が合いそう。いいよ、カラオケ行こう。じゃあとりあえず LINE でも教えてよ。ねえ、君のことはなんて呼んだらいい？王子様。王子様？何それ、ウケる。ほんとチャラー。でもせっかく僕たちのクラスに来たんだし、仲良くできたらいいよね。そうだね。今日の日直は翼ちゃんね。レン君まだこの学校に来たばかりだから、翼ちゃん教室案内をしてあげてちょうだい。私ですか？よろしく。はぁ、よりによってなんで今日日直かな。頑張って翼ちゃん。それじゃあ早速案内するからついてきて。まずは職員室からね。先生たちがたくさんいる場所だから、入るときは失礼しますっていうの。あれ、君どうしたの？あ、レンレン。レンレン。私テストの点が悪かったから先生に呼び出されちゃって。大変だね。君かわいいから先生も見逃してくれりゃいいのにね。まあ、レンレンってば。なんで職員室に？俺はなんでだっけ。レーンくん、今まだ説明の途中。あ、ソーリーヒゲソーリー。可愛い子がいたらついそっちに行っちゃう俺の性格ってやつ。はいはい、それじゃあ次行くわよ。じゃ、またね。レンレンかっこいいな。次は音楽室ね。ここは使いたい時に鍵を借りたら自由に使っていいのって、あまり興味ないかな。すっげー、俺ギター弾いてみたかったんだよな。あ、こっちも良さそうなのありじゃん。こんなのではしゃいでるなんて子供みたいに可愛いところもあるじゃない。うわー、これこれ、俺ここ一回座ってみたかったんだよね。そうなの。翼ちゃんちょっとこっち来て。見て見て、このピアノ一つだけ汚れてるんだけど。え、どれ？汚れてなんてないじゃない。だって嘘だもん。え、何？いや、翼ちゃんって可愛いじゃん。もっと近くで顔が見たかっただけ。やめてよ、からかわないで。あれ、赤くなってんの？ますます可愛い。こいつ冗談。いや、近くで顔が見たかったのは本当だし、冗談じゃないか。嘘、やっぱり本当。いきなり引っ張られるから少しドキッてしてしまったじゃない。って、バカ。あんなチャラ男に一瞬でもドキッとするなんて不覚だわ。じゃあ次は理科室よ。ここでは色々実験をしたりするの。もちろん先生がいない時は触っちゃダメ。あれ？へぇ、これが液体ってやつ？これとこれを混ぜたらどうなるんだろう。ちょっと！ダメー！だからダメって言ったじゃない。大丈夫？レン君？ねえ、大丈夫？まさか。誰か来て！うっそー。え？びっくりした？俺は全然平気。それより翼ちゃんこそ。バカ！ふざけないで！翼ちゃん！なんだよ、ただの冗談だってば。そんなに怒らなくても。何よ。さっきから私ずっとあいつに振り回されてる。あ、翼ちゃん！もうレン君の教室案内終わったの？終わった。てか、もう喋らない。関わらない。あんなやつ知らない。どうしたんだろうね。
翼ちゃん、さっきは悪かったって無視？せっかく俺たち仲良くなったんだからさ、やめて。ちょっと翼ちゃん、はあ、ちょっとからかいすぎちゃったかな。今日はお休みが一人、レン君が熱で欠席よ。ラッキー、これで今日は平和に過ごせる。そこで今日の授業をノートに取って届けてあげてほしいんですが、翼ちゃん。え、昨日レン君と随分仲良く話してたみたいだからお願いできるかしら。また私？それに全然仲良く話してないんですけど。そう言わずにお願いします。リカー、リカが変わってよ。ノートを写すのは全然いいんだけど、今日バイトがあるから届けに行くことはできないの。じゃあミサキ、ごめん、今日はカケルと一緒に先輩の家に行くんだ。ハルトくん、ごめん、妹が一人で家で待ってるから早く帰ってやらないといけなくて。悪いけどお願いね。もうなんで私があんなやつのためにこんなことしないといけないのよ。どうせ仮病とかじゃないの。それじゃあまた明日、レン君によろしく。はーい。行きたくないけど仕方ない。これがレン君のお家。あ、あの子たち。レンレン、今日熱なんだって。もしかして弱ってるところに優しくして近づく作戦？バレちゃった。だってレンレンって面白いしかっこいいし、ほんと彼氏にしたいんだもん。彼氏になってくんないかな。はーい。隣のクラスのエリナだけど、レンレン大丈夫？ごめん、今ほんとにしんどくて出れそうにないんだ。そっか、じゃあお見舞いにお菓子とか買ってきたんだけど置いて帰るね。早く良くなってまたカラオケ行こうね。お大事に。おー、サンキューな。せっかく来たのに会えなくて残念。なんか本当にしんどそうな声だった。一応ノートも置いて帰ることちゃんと言ってた方がいいよね。ごめん、私翼。先生にノート頼まれたから来たんだけど、しんどいよね。玄関に置いて帰るからまた後で見て。じゃあそれだけだから。ちょっと待って、今出るから。え、いいよ、出てこなくて。ノートわざわざありがとう。どういたしまして。てか出てこれるならさっきの子たちの時も出てあげたらよかったじゃん。会えなくて残念って言ってたよ。いや、翼ちゃんだから出たんだよ。俺いろいろからかったこと謝りたくて。どうせそれも本心じゃないんでしょ。もう騙されないからね。それにあんなにチャラチャラしたことしてたらみんなの信用なくすよ。ほら、それがダメって言ってんの。早くどきなさいよ。うわ、ちょっとレン君、しんどい。待って、それマジのやつ？ちょっとしっかり。レン君。はい、できたよ。少しだけでも食べたら？食べたいけど起きれない。もう仕方ないわね、起こしてあげるから。サンキュー、わざわざありがとう。うまっ。あんたでも熱とか出るんだね。翼ちゃん、昨日何回もからかったことマジでごめん。ああ、もういいよ。弱ってるあんたに怒る気にもなれないし。俺さ、こんな性格じゃん。可愛い女の子も大好きじゃん。ノリノリイエーイみたいに思われがちじゃん。うん、ほんとチャラいよね。でも今から言うことは誰にでも言ってるとかじゃないから聞いて。何よ、また言い訳？俺翼ちゃんのことを好きになったっぽい。うんうん。この話は前編だよ。続きが気になる子は評価をぜひ。翼ちゃんとレン君がどうやって出会ったのかリクエストしてくれてありがとうございます。ここでみんなに質問。レン君みたいな転校生が来たらみんなは仲良くしたい？コメント欄で教えてね。続きをお楽しみに。バイバーイ。